光に導きを。まだまだこれからです。おっ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 、我が剣の極致を知れ。これと変幻自在じゃ。敵の裏をかくにはこうするんじゃ。にゃ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 。失敗に。人たちで結びが揺らいよ。おう、万劫一戦じゃ。焦りは隙を生み出します。落ち着いて。どうか。太陽に託されし力、今ここに。
今日はお休みです。これおしまい。センスキャリー、可愛いからって舐めないでね。ドリブルさん、やだ。情けないね。ごめん、あとは任せ。にゃにゃ、これでどう？過剰に注がれていた力が発散されて、ようやく落ち着いたみたいです。しかし、それで西翔さんは一体どこに行っちまったんだ？まあ、さすがにこいつらと戦いながらそっちにまで気を払う余裕はなかったけどよ。わかるかもしれない。うん、まだ少しだけ帯が残ってる。帯？さっきのリヴァイアさんたちに流れ込んでた力、もう随分薄くなってる。けど私たちならまだ見える。この力の帯はタワーの中心の方から来てるみたいです。では、そこにフリシア最初が。それは早計と言えるだろうな。しかし、その力がリアクターから供給されたものならば。その帯をたどりゃ、リアクターを見つけられるってことだな。はい。けどまあ、状況が状況だ。最初さんもわざわざリアクターから離れたりしねえだろうな。